こんにちは。ロボットアームが大好きなジョージ石原です。ロボットアームじゃないよ。はい、これから先もロボットハンドのことをロボットアームと言い続けますが、ご了承ください。今回ロボットアーム好きなジョージ石原が紹介するものはこちらです。ロボガチャという触眼です。こちらはですね、このレバーを引っ張ると先のアームが閉じたり開いたりするものです。だいたい普通のロボットアームって結構大きいんですけど、この触眼のロボットアームはかなり小さくて可愛らしいんですよね。今回はこちらのロボガチャで遊んでみたいと思います。ではですね、カッチャ、ちょっとこちらを持っていただけますか。こちらのアンパンマンをちょっとロボガチャで掴んでくれますか。はい、ではジョージ石原が掴んでみたいと思います。こうだよはい、ではですね、中のラムネを食べてみたいと思います。ラムネは食べようよ。カチャンとここから出るみたいです。色は赤色と紫色と黄色と、緑色があるみたいです。では私も食べてみます。ん？味しないんですけど。硬いですね。すごい硬いです。味します？紫だからブドウ味するのかなと思ったんですが、ちょっと破れてしまったんですけど、中の成分はこんな感じなのですが、うん、噛み砕ければ中は普通のラムネですね。この周りにコーティングしてあるのが結構硬いみたいです。はい、私はちょっとなかなか噛み砕けなかったです。中のラムネは結構甘くて美味しかったです。今回はこちらのロボガチャの紹介でした。あ、はいはいはい。食べよう食べよう。ありがとうございました。